よーよー動いて動いていいよアクション姉さん、まな板使ったよ。じゃんけんしようか。組長は一人で行っちゃいました。奇抜の欲望の時代を生き抜いた暴れ者たち。ゴミ、アクタで結構でもね。ヤクザは生きるなってことだろ。生まれた時から引きずってる境遇があんのにな。よるべなき者たちのもう一つの昭和史。親分見てるか。なんだろお前、探す気中もどう思うんじゃおら。その六本戦争読み込んどるぜ。今日で全てが始まるぞ。ブライこのダイハードって来月公開するんだぞ。天地の野郎締めていきますよ。